ネヘミヤ記第11章民の司たちはエルサレムに住んでいたが他の民はくじを引いて10人のうちから1人ずつ聖なる都エルサレムに来て住むようにしあとの9人を他の町々に住まわせたすると民は自分から進んでエルサレムに住もうとする人々を皆祝福した。 エルサレムに住んだこの州の頭たちは次の通りである。ユダの町々にはイスラエル人、祭司レビビとミ宮に仕えるしもべたち、ソロモンのしもべたちの子孫がそれぞれ自分たちの町々の自分の所有地に住んだ。ユダ族とベニア民族のうちのあるものはエルサレムに住んだ。すなわち、ユダ族ではウジヤの子、アタヤであった。このウジヤはゼカリヤの子、 順次遡って、アマルヤの子、シェファテヤの子、マハラルエルの子、マハラルエルはペレツの子孫の一人である。次に、バルクの子、マーセヤであった。このバルクは、コルホゼの子、順次遡って、ハザヤの子、アダヤの子、エホヤリブの子、ゼカリヤの子、ゼカリヤはシェラ人の子孫である。エルサレムに住んだペレツの子孫は、合計468名の勇士であった。 ベニア民族では次の通りである。メシュラムの子サルこのメシュラムはヨエデの子。順次遡ってペダヤの子、コラヤの子、マーセヤの子、イテエルの子、エシャヤの子である。彼の次にはガバイとサライで928名。ジクリの子ヨエルが彼らの監督者であり、セヌアの子ユダが彼の副監督者としてこの町を治めた。 祭子のうちでは、エホヤリブの子エダヤとヤキン、神の宮の司セラヤであった。このセラヤはヒルキヤの子、順次遡ってメシュラムの子、サドクの子、メラヨテの子、アヒトブの子である。なお、宮の務めをする彼らの同族で822名、またエルハムの子アダヤがいた。このエルハムはペラリアの子、順次遡ってアムチーの子、 ゼカリアの子、パシャフルの子、マルキアの子である。アダヤの同族で、一族の頭たちは242名。また、アザルエルの子、アマシュサイがいた。このアザルエルは、アフザイの子、順次遡って、メシレモテの子、イメルの子である。彼らの同族の勇士たちは128名。彼らの監督者は、ハゲドリムの子、ザブディエルであった。レビビトのうちでは、 ハシュブの子シェマヤこのハシュブはアズリカムの子順次遡ってハシャブヤの子ブニの子であるまたレビビトの頭のシェベタイとエホザバでは神の宮の外の仕事を監督していたまたミカの子マタヌヤがいたミカはアサフの子のザブディの子であるマタヌヤは祈りのために感謝の歌を始める指揮者 バクブクヤはその兄弟たちの副式者であった。またシャムアの子アブダがいた。シャムアはエドトンの子のガラルの子である。聖なる都にいるレビビトは合計284名であった。門の見張りをする門営では悪部とタルモン及び彼らの同族172名であった。その他のイスラエル人、祭司、レビビトたちはユダのすべての町々で、 それぞれぞ自分の譲りの地にいた。宮に仕える下辺たちはオフェルに住み、チハとギシェパは宮に仕える下辺たちを監督していた。エルサレムにいるレビ,レビビトの監督者はバニの子、ウジであった。バニはハシャブヤの子、ハシャブヤはマタヌヤの子、マタヌヤはミカの子である。ウジはアサフの子孫の歌歌いの一人で、神の宮の礼拝を指導していた。 彼らについては王の命令があり、歌うたいたちには日課が定められていた。また、ユダの子ゼラフの子孫の一人で、メセザブエルの子ペタヘアは、王に代わって民に関するすべての事柄を取り扱った。ユダの子孫のある者は、自分の畑に近い村々に住んだ。すなわち、キリアテ・アルバとそれに属する村落、リボンとそれに属する村落、エカブッツェルとその孫孫。 ヨシュア、モラダ、ベテペレテ、ハザルシュアル、およびベールシェバと、それに属する孫楽。ツケラグ、およびメコナと、それに属する孫楽。エンリモン、ソルワ、ヤルムテ、ザノアハ、アドラムとその村村。ラキシュとその農地。アゼカとそれに属する孫楽。こうして彼らは、ベールシェバとヒノムの谷の間に住み着いた。ベニヤミンの子孫は、ゲバからミクマス、アヤ、 およびベテルとそれに属する孫楽。アナトテ、ノブ、アナネヤ、ハツオル、ラマ、ギタイム、ハディデ、セボイム、ネバラテ、ロデトオノ、および職人の谷に住んだ。レビ人のうち、ユダにいたある組は、ベニヤミンに加わった。